なんと、ここからディスク2でございます。ディスク2。ででん。第8話、平和な日々はデートで、さあやっていきましょう。あれから3ヶ月。大正13年。なんだよ、そのナレーションはいきなり。どうも、アザラシです。桜対戦実況第8話まで来ましたね。第パート何ぼかは。まあまあ、それはいいや、伏せとこ。やっていきましょう、やっていきましょう。毎回言おうかな。動画の初めに。チャンネル登録を、噛んだ。もういいや、次回言おう。チャンネル登録って言われて。あけましておめでとうございます。大神さん、おめでとうございます。今年も良い年でありますように。この動画、正月にあげたかったな。正月にあげたかった。いい年にしようね。はい、頑張ります。なんだい、3ヶ月も暇だったのか。何でもありません。どうした？昨年中はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いします。普通だな。あら、桜さん、珍しく礼儀にかなったご挨拶ですこと。知ってるか、スミレの方が年下なんだぞ。ありがとうございます。今年こそことあることにスミレさんのようなレディーになれるよう頑張ります。本当に本当に俺はこの取説で見ただけなんだが。あら、あなたずいぶんセンスがおよろしくなったわ。ま、私を見習って社交界にデビューできるよう精進することで。新宮寺さくらが年齢17歳7月28日生まれで、すみれが16歳1月8日生まれということは、早生まれのすみれが1月8。ん？何ヶ月違う？1月8と。桜が7月だろ。半年ぐらいかな。半年ぐらいスミレの方が。半年かな。同じ学年っちゃ学年ってことになるのかな。まあいいや。半ほら。どうかしらこの服。やはりちょっと地味かしら。ちょうどいいと思う。あれ、胸を見てムフフというあれがね、すごい服だな。これが気になる。ターバンというか髪飾りというか舞台衣装並み。重くないのかな。目を見よう。目がキラキラしている。女優の目だ。女の子はおめかしすると女優になるんだな。肌、もう見るとこ見たよな。髪も見たし、喋るか。本当でしたら京都から特別に取り寄せた西陣織で仕立てた超高級なお振り袖をご披露するはずでしたのに、残念ですわ。この年下の下から2番目のやつがこんなになんか、はいはい、相変わらずよう似合うてはるで。すみれはん、下から2番目の若輩者がこんな感じに横柄に振る舞ってるのはちょっと可愛らしい気がある。ずいぶんトゲのある言い方ですこと。絶対大神と同い年ぐらいかと思って。同い年かそれより上だと思って。すみれ、大神はん、衝撃の事実。コーランが17だ。やっぱコーランよりも年下だ。すみれ、すみれよく似合ってるわ。せやろ、すみれはん何着てもお似合いや。こういうやつは正面から褒めてやればいいんだと思う。今さら気がついたんですの。照れてるするところがなかなか。今年もよろしくお願いします。逆にマリアあたりに正面から褒めたところであれでしょうね。よろしゅう。中国の正月はまだ先やさかい、おめでとうは早いねんけどな。中国がうんぬん言いながら関西弁を喋っている。お兄ちゃん、あ
やあアイリス、明けましておめでとう。アイリス、今年は11になるよ。もう少しすると結婚できるよね。え、そうなの？時代的にそうなの？12とかで結婚できるの？そうでもない。カンナ、明けましておめでとう。今年もよろしくな。体調らしくなったな。なんだか嬉しいよ。今年はいい年になるね。偉そうに。偉そうに。なんだとこの闇女。声が大きすぎますことよ、デカブツさん。やるかこの腐れ蛇女。正月そうそう。大神くん、去年はご苦労様でした。今年も頑張って。はい。大神はん、あんた正月からデレデレやんか。なんでやねん。はあ。平和とともに訪れるお正月は本当にいいものだな。てん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 。ふう。お塗装を飲みすぎたかな。いや、少し頭が痛いよ。ペン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 。ほう。てん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 。行ってみましょう。何の用事でしょうか。どうした桜くん、頬をあからめている。ときメモのように。じゃあ俺は用があるか。何か用だったの。よっと下がった。今の間違いだから、やっぱ桜の時無理だった。いやー、やっぱすみれくんなんだよな。すみれなんだよな、俺の中でも。心はもうすみれなんだよな。前回プレイした時もすみれだったけど、やっぱすみれなんだよな。俺もダメだ、そういうところ。別のキャラ攻略できるんだよ。そういう性格なんです。いただきます。これが体育会系のノリ。バカ野郎。なんでだよ。ははい。たく。地に置いて乱を忘れず。地に置いて乱を忘れず。そういう心構えじゃねえと、体調は務まらないぞ。理不尽だ。どっちなんだよ、一体よ。は、はあ。は、はい。それでは失礼します。何の用事なんだ、それは一体。用事、散歩。大神くん、どうしたの？え、いや、よりだし会員にさ、散歩してこいって言われて。外出してこようかなと。いいじゃないの。せっかくのお正月なんだから、思いっきり羽伸ばしてきなさい。こういう髪型の需要はよくわからない。では、失礼します。全然もう、全然何のあれもなし。あの子たちのこと頼んだわよ。しっかりね、大神くん。ああ、え、あまり女の子を待たせるものじゃないわ。どういうことなの、どういうことなの。ああ、それから大神くん、二頭を追うものは一頭も得ずよ。これは私からの忠告。また今度だ、サスケ。兄さんは一体いつになったら俺のことをちゃんと。食堂に行ってみよう。飯を腹が減っては年越しそば食べたな。それはわんこそばでは。学園に誰かいるかな。思い出語りしてる。つーばきちゃんはいるかな。いねえ。あら、正月休みか。残念。つーばきちゃんがいないんじゃないか。困ったな。さくらくんを誘わなかったな。つばきちゃんを。もしもいれば。どうしようかな。
一応さくらくんに声かけてみますか。コンコン。いるんかい。いないと思ってたな。あー、ダメ、ちょっと。もう一回っていい。今のはもう一回チャレンジしていいですか。次あれだったら誘うわ。裏木のような勝利になってるな。裏木勝利みたいになってる。すごいスミレに行くつもり満点だったのに。それじゃ少し待っててください。そうだ、1時間後にこの劇場前で会いましょう。絶対ですよ。いやー、俺の選択が間違ってないか。何かこう最初から行かずに一回白を置いて、そしてまたっていうところがなんか間違ってる気がする。人間的に。まあもうしょうがないな、こうなっちまったもんしょうがないな。もう桜ルートで行こう。桜くん一筋で行きます。すみれくんの方が好きだけど、動画的にというか、まあ過去に一度ねすみれくんクリアしてるから、今回はそれでもなおすみれに行くというのはちょっと。まああとまあ桜大戦だしね、動画的にね。そうだよ。いや君の顔弱い。やだ、こんなの。やだ、こんなの大神じゃねえ。こんなの俺の大神勝利じゃねえ。政治でも褒められると嬉しいですよ。全然聞いてねえ。どうもありがとうございます。聞いてねえ。お世辞のつもりじゃないんだけど。蒸気鉄道で明治神宮は電車が来ました。乗りましょう。走ってる、めっちゃ走ってる。あれ、このアニメはさくらくんのためだけだもん。他のキャラでも同じようになるのかな。ほら、試してみたい、そういう気持ちがある。すごい人。やっぱ明治神宮って書いてある気がするな、これ。正月なんですね。お、田舎者アピール。田舎者アピール。でもよかった、東京が平和で。せやな。そうだな、君たちが守り抜いた平和だよ。さ、君たちって大神も頑張ったけどな。すごい人。さりげに、はい、さりげに手をつないでいく。あれ、鳥居があれだな。鳥居が赤くないな。なんかすごい構造してるな。これは一体向こうにあるの。この賽銭箱は なんでこんなとこにあるの。昔から明治神宮ってのはそうなのか。さて何をお祈りしようかな。世界平和。これはこっちでしょ。これがやっぱり大神勝利でしょ。ここで上っついたね。さくらくんの仲良くなるんだろうという、そんなあの、そんなことは許されない。内緒です。ときめもだったらね、恋愛成就を祈るけどな。ときめもだったら、なんて書いてあるこれ。骨董道楽よろずや、合ってる。骨董品屋が気になる。お、鬼の的当てだ。あれ、どうや、あんちゃんたちもやってみんか。大神さん簡単すぎるかな。よし、やろう。射的か。
もしかしてミニゲームか。あ、ミニゲームだ。の？びっくりした。LINE が入ってた。LINE が入ってた。こんなんあったっけ？何の覚えもないんだから。どこってことはないんだな。十字キーじゃないからやりやすい。弾に制限はないか。いや難しいぞ。 A も B も打つ。やってみるさ。一応全部倒したか。どこら辺まで行きたいんだろうこれ。無理ー。一応遮蔽物があると一気に逃したな。そこそいつ後ろ。46。これどうだ。こんなもんに熱くなってる場合じゃねえんじゃん。あー、1P 逃がした。赤青だんだん速くなってる。なんでこんなんやらないかのじゃ。お前似合わんな。結構逃してるぞ。左間に合わ。カーソルが間に合わ。もうちょっとカーソルの動く速度を上げさせてくれ。多分100だな。マックス。93止まりって感じだ。なんすか？お、ほう。ターコイズじゃないな。なんだろうこの青さ。アクアマリン？ラピスラズリ？あの青さな。ラピスラズリかな。肩抜き。あんちゃんたちもやってみ。やったことないです。あまりやったことないんだ。あ、ありがとう。違う、そうじゃない。ここは見てないぞ。射的か。あれ？射的、肩抜き。ここ？ここじゃないな。ここの2つだけか。子供見る。違う。人さは違うな。こっちは？猿回し。聖孫悟空って書いてあるな。聖天大聖だったかな。違うな。起動がバカか。何でもかんでも君の方が可愛いって言ったらバカなの。それはさすがにバカでしょ。それで喜ぶか。猿と比べられて喜ぶやつがいるか。いないでしょう。それはいないでしょう。猿回し。ウキー。あ、もうこれもう見た、見たか。で見たか。こっちか。え、見たよね。なんかもう何もないと思うんだが。よし、行こう。なんすか。ちょっとこっち。ちょっとこっち。これはキスフラグ。ほら、あそこ。北辰権現様よ。北辰権現様。北辰一刀流としては、お参りしなくちゃね。ほうほう。行こう行こう。行こうじゃないか。なんだ？あれ、皆さん一体どうしたんですか。あんたたちの後をつけてきたのさ。
はじめからお二人だけで初詣をさせるつもりなんかありませんことよ。それは一体びっくりしたやろ。そうや、びっくりさすつもりやったんや。ごめんなさい、みんなを止めるつもりだったんだけど。君ら仲いいね。みんなで初詣するんだもん。確かにな、みんなでバーッとな。なんかこう抜きがけしてさくら君だけっていうのはなんかやっぱり花組全員集合の初詣ですね。よっしゃ、私あんたのそういうところ好きだよ。大神の立つ瀬なし。どうしたマリア、この気配は。北進権現に行きたいんだけど。この声は、この声は、あそこです。敵か。青いサタンが登っている。また会えましたね、帝国歌劇団の諸君。諸君、我が名は青いサタン。その名前は知っている。クロノスカイめ、暁みたいな服を着ているね。クロノスカイ、バカバカしい、バカバカしい。天界ごときではあの程度が限界さ。所詮徳川に飼われていた坊主。ほう。だが、いい夜。この青いサタンは違う。容赦の貴様の願う平和など、いつまでも続かぬ。祈りも天とか、なんだと。この帝都を根こそぎ破壊し、人間どもを恐怖のどん底へ。そういう顔じゃねえな、これは。突き落としてやる。目的がよくわからん。俺は、人間どもが幸せな顔をしているのが嫌いなのさ。よくわからんな、苦しみ、そういうのよくわからんな。恐怖して泣き叫ぶ姿。さすがにちょっとは画面飲水した方がいいんだけど。絶対許さない。わかりやすすぎる、悪として。もっと、もっと悪としてなんかこう、お前たちが愛する人や物のすべてをぶち壊してやる。どうしたいって、どうしたいってファーストステージやられた雑魚のくせに。帝都の仮想に息づく抑圧されし魔の者よ、魔の者よ、我こそは魔の解放者なり。魔の解放者、入れよコーマー。ほほう、これはエイリアンですね。映画エイリアンにできたエイリアンですね。これはエイリアン。こいつら気をつけてみんな。スミレくんさ、スミレくん、このこのあれで戦えるんか。合気道的なやつだから。間に合ったようで。それでグーにした方が手を。将軍丸、将軍丸、将軍丸や、助かったね。助かったか。よーし、めったくそにしたるぜ。あれ、今コーラがびっくりな顔してたぞ。ここまでしとくか今日は。戦闘は次回。いやー、このペースで最後まで行った方がいいかな。まあ、24分やったか。半端ではあるな。まあでも声切らないと。ということで、ほなまた。